では続いてはゲストによる特別講演をお送りします。早速ゲストをご紹介しましょう。株式会社武者リサーチ代表武者良治さんです。武者さん、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。あ、どうも、ご紹介いただきました武者でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は50分ほど時間をいただきまして、現在の株式市場をどう見るか、そしてどのように展望するかという話を申し上げたいと思います。まず最初にご説明をしたいことは、申し上げたいことは、皆様は投資家です。投資家の皆様にとって投資成果を上げるために最も大事なことは何かということをちょっとご説明をしたいと思います。私は2つあると思います。1つは楽観論に徹することです。人類社会はずっと成長し、我々の生活は良くなってきたわけですけど、この流れが続くという確信が必要です。それから2つ目、重要なことは大底で株を買うということです。大底で株を買うという、ここのところにですね、やはり最も重要な、成功の秘訣があると思います。過去20年ほど日本のマーケットを振り返ると、3つ大きな底がありました。1つが2003年4月28日、日経平均が7600円の時です。自慢ではありませんが、この時に私は日経平均は大底だというように主張しました。まさしくその時点でりそな銀行に公的資金が注入され、国有化され、ただしこれは部分国有化で、政府が日本の銀行システムを守るということをはっきりさせたこの時、ここが株の大底でした。2回目の株の大底、2009年の3月9日、これはまさしくアメリカの中央銀行が量的金融緩和によって資産価格をサポートするということをやった政策です。で、このことによってマーケットが安定し、株価はそこを大底として回復に転じたということであります。ここにありますのは2009年のですね、6月に私が書いた大転換点だという、その主張です。このような局面で株価が上がるというようなことを主張した人はどこにもいなかったと思いますが、私は当時確信を持って大転換点だというふうに主張しました。そして3つ目の大底が、今年の3月19日ですね、日経平均は16,300円、ここが大底だというふうに言っていいと思います。で、この6月にこのようにですね、ここが大底だという、V 字回復する世界経済という本を書きました。これもですね、売れませんでした。本屋さんに積み上がっていたのは、ここから大変だという悲観論のですね、唱えた大きな本がですね、山積みになっていたんですね。しかし大事なことは、このような大底においてですね、論理に基づいて底を確認して自信を持って株を買うということです。まさしく今そのような局面にあるというふうに言っていいと思います。もう一つ、この大底を確認するための秘訣があります。それは政策の出動ということであります。2003年のですね、りそな国有化という公的資金の出動、それから2009年のですね、アメリカの QE などのですね、世界的な、ちょっと度肝を抜くような金融緩和、そして今年の3月の、大胆な財政金融政策、このような政策によってですね、マーケットは過剰な悲観から大転換するんだと、その局面を決して、見逃してはならないというのがですね、武者リサーチの、これまでの主張であります。ということでですね、これから明るい投資環境が続いていくと思いますけれども、一体それはなぜなのかということをですね、ちょっと順を追ってご説明をしてまいりたいと思います。まず最初にご説明したいポイントは、コロナ禍の世界経済スナップショット、今どういう状況であるかということをざっと説明したいと思います。2つ目のポイントは、このコロナが歴史的に何を意味するのかということです。私の強い主張は、コロナがですね、むしろこれから明るい世界経済、明るい私たちの生活を作っていく、その土台を作るということであります。この先は明るい、これが2点目のポイントです。3点目にご説明をしたいポイントは、やはり今多くの人々が心配している最大の懸念要因は米中対決です。これがどうなのかということを触れたいと思います。そして4点目にですね、
最後に触れたいことは、日本の将来はと、日本株の将来はということです。結論は極めて明るいと。どのような楽観的な方が考えている以上に明るい将来が待っているということをですね、ここは強くご説明をしたいと思います。まあ、ということで、まず最初のコロナ社会のスナップショットから話を進めさせていただきたいと思います。まずご覧いただきたいのはこのグラフ、この2ページの左側にありますのがコロナによって亡くなった方の平均年齢であります。日本がですね、80.8 歳、今ドイツが 81.2 歳をはじめとして主要国のコロナによる死亡年齢はですね、80歳を超えてます。まあ、例外がアメリカの76歳であります。一体この年齢は何かというと、コロナで亡くなった方々の平均、寿命だけではなくて男性の平均寿命です。端的に言ってコロナで亡くなられた方はですね、寿命によって亡くなった、そんな言い方もできるのではないか。そしてこの右側にありますのは100年前のスペイン風邪と今回の新型コロナの年齢階層別に見た死亡数なんですけれども、スペイン風邪の時に一番多く亡くなったのが乳幼児です。そして多くの年齢層でも亡くなり、まんべんない、その影響を多くの人々に与えたわけですが、今回のコロナに関してみれば死亡年齢というのが圧倒的に65歳以上の高齢者に偏っているということがお分かりだと思います。そしてまた基礎疾患のある方に限って重症化が行われているということです。ということはウィズコロナの時代、基礎疾患のある人あるいは高齢者をケアしさえすればですね、それ以外の方はかなりですね、通常の生活を営むということが可能だ、これがですねウィズコロナでかなり明らかになってきたことだろうと思います。つまりコロナを過剰に心配する必要はない、懸念する必要はない、悲観する必要はないということであります。バッハ、IOC 会長は、来年の東京オリンピックはやるんだということをはっきり宣言をしました。このようなことからウィズコロナというのはですね、着実に進展し、そしてその先に明るい、その展開が期待できるんだ、ということを、ご説明したいと思うんですね。そのことはすでに株式市場において織り込まれています。この3ページにあります左側のグラフは、今年に入って以降の主要国の株価指数ですけど、3月までに主要国の株価は4割という大暴落をしましたが、8月時点でですね、この暴落のほとんどがもう取り戻されました。つまり V 字回復を株価はしたわけであります。この株価 V 字回復が、その後の世界経済の回復の、前兆であるというように考えて当然いいと思います。それから今回の株価回復の大きな特徴は、非常に限られた、テクノロジーのリーダーが株価を牽引しているということであります。言うまでもなく、いわゆる、GAFA、それにマイクロソフトなどがですね、圧倒的なリーダーになっております。それからまたテスラのような新興企業、新しいテクノロジーのリーダーがですね、著しく株価を押し上げて、株価水準の上昇に貢献しています。これは一体何を意味するか、端的に言って新しい経済社会の青写真を株式市場がもうすでに描いているんだと、いうふうに考えるべきだと思います。これが一つ目の、コロナのスナップショットであります。二つ目のコロナのスナップショット、それはこのコロナの進行の過程で、ドル安と、金高が進行している。これはコロナの先、非常に暗い将来が待ってるんじゃないか、アメリカの覇権の時代が終わったんじゃないか、というような、観測をする向きがあります。このドル安金高何をもたらすか、端的に申し上げまして、ドル安金高の理由は2つあります。1つは空前の金融緩和、しかもこの金融緩和、アメリカが一番積極的であったということによってドルの供給が増え、これがですね、ドル安を引き起こしている。この6ページにある通りであります。そしてまた、先行き、人々は非常に悲観的である。ということは、たくさんの投資資金がありながら、株に行けない、リスク資産に行けない。ということで、お金が金に向かったということであります。ただし、このアメリカの積極的な金融緩和は、極めて適切な政策であると思います。ということは、来年コロナが沈静化した暁には
一番積極的な政策を打ち出しているアメリカ経済が一番強くなります。ということは今のドル安は本当に一過性のもので、この先ドル高に転換するというように考えてよろしいのではないか。金も同様です。流動性が潤沢にあって先行きに悲観が高まればこれは金を買うどころではない。しかし先行き楽観できるんであれば金を買っている場合ではないというのが、ムシャリサーチの主張であります。スナップショットの3点目に移りたいと思います。それは中国主導の世界経済拡大がはっきりしたということです。コロナの発生源が中国であるにもかかわらず皮肉なことにコロナを最も強く制圧できたのが中国であり、その結果中国が世界経済をリードしているというのが現在の情勢であり説明するまでもありません。この中国の景気回復をリードしているのが投資、特にですね不動産とインフラ投資ですけれども、このインフラ投資の中でも新型インフラというハイテク投資に大変に中国は力を入れていて、これが世界経済のリード役になっているということがですね今起こっている現実です。商品市況だとか貿易数量あるいはさまざまなですね、経済活動、実は中国がアメリカ以上に世界を引っ張っているんだというこの現実を知っておく必要があると思います。なぜでしょうか。アメリカの GDP は20兆ドル、中国の GDP は4兆ドルということで、中国は GDP の規模ではアメリカの3分の2に過ぎません。しかしこの10ページの右側にありますように製造業の規模だけを見ますと中国は全体の3割です。アメリカは全体の1割です。したがって経済の規模に劣る中国は製造業では圧倒的なウェイトを持つということによって、世界の製造業分野ではですねむしろアメリカよりも中国の方が重要なプレイヤーになっているということなんですね。したがって中国の景気回復は商品市況や貿易の著しい回復をもたらし世界経済の景況感を押し上げている、これがですねスナップショットの第3です。スナップショット第4、アメリカはどうか。アメリカも中国ほどではないんですけれども、V 字型といっていい着実回復を見せております。この11ページ右側にありますのは IMF 製造業の新規受注ですけれども、すでにコロナの前の水準に戻っている中で唯一回復が遅れているのが雇用であります。この9月時点で中国の雇用、それアメリカの雇用 IM 指数は依然として49ということで50を下回っております。つまり景気回復の中でアメリカの雇用が遅れてるってことです。この12ページにありますのは主要国の失業率推移ですけれども、アメリカだけがですね失業率が異常に高まったまままだ大きく低下をしてないということが起こっています。端的に言ってアメリカの企業は非常にも首切りをすると、この首を切られた人々は雇用保険などで政府が手当てをする、しかし企業は首切りをしたおかげで儲かる、このようなことが起こっているわけであります。これをどのように解釈するかは別として、これがですね非常に力強いアメリカのですね、資源の再配分と、イノベーションの土台になっていくと思います。それはどういうことか、この13ページをちょっとご覧いただきたいと思います。この13ページにありますのはちょっと複雑なグラフですけど、横軸が GDP、 縦軸が失業率の、1990年から2018年までの約30年間を主要国においてこのようにプロットしたものです。そうするとそれぞれの国の傾向線がこのように出てきます。この傾向線、一番、傾斜が急なのがアメリカですね。つまりアメリカはちょっとした景気の変動で直ちに失業が増えたり減ったりするという非常に弾力的な労働市場が、あるということを意味しています。これは端的に言うと景気が悪くなると直ちに企業は首切りをし無駄な雇用を抱えないけれども、良くなったらまた新しいところで雇用が生まれるというですね非常にスムーズな雇用シフトが起こりやすい、環境にあるというのがこのアメリカである。これはアメリカのイノベーションを今後加速していくと思います。他方でこの傾斜が一番、寝ているのが日本ですね。つまり日本は労働市場が一番硬直的、したがってこのようにですね大きな技術革新が起こっても
世の中の仕組みや労働力の編成がそれに対応できていない、ここに日本の問題がある、これがですねスナップショットの第4であります。スナップショット第5、それはやはり格差ということであります。この15ページにありますのはアメリカの失業率の推移ですけれども、人種別、教育水準別に見ますと、この失業率の格差がですね、この人種別、教育水準別に見て非常に大きく拡大しているということが分かります。言うまでもなく、コロナの打撃を受けるのがやはり弱き階層の人々である、ここのところを何とかしなければいけない。おそらくですね、コロナの先にやってくる大きな政府の時代において、そのような新たなセーフティーネットをどう作るかというところにですね、焦点が移っていく可能性が強いように思います。仮にバイデン氏が大統領になったとすればですね、このような社会的セーフティーネットが議論の俎上に上ってくる可能性もあり、それは最近多くの人々が語り始めたユニバーサルベーシックインカムのような仕組みである可能性もあると思います。以上、まず第1のトピックであるコロナパンデミックのスナップショットについてお話を申し上げました。2点目に申し上げたいことは、このコロナが歴史的に一体何を意味しているのかということであります。武者リサーチの結論は、コロナは歴史の流れを加速する、そしてコロナの後は成長率が高まる、つまり経済も株もコロナの後今までよりも良くなる、これが武者リサーチのですね、強い主張であります。それはなぜかというと、コロナがイノベーションを促進するからです。イノベーション、一体何がイノベーションを引き起こすのか、単純に3つの条件が揃った時であります。3つの条件とは何か。第一、技術、これはもうすでに我々の目の前に存在しています。第二、市場ニーズ、これこそコロナによって大きく展開されていくだろうと思います。3つ目、リスクを取る、リスクキャピタル、資本、これも潤沢です。コロナのおかげでこのイノベーションの3条件が見事なまでに揃いました。ということは、この先は非常に明るいというように私は断言してもいいのではないかと思います。さて、コロナが一体どのような変化を引き起こしているのか、もうちょっと具体的に見ていきたいと思います。まず第一は、コロナがですね、さまざまなネット化あるいはデジタル化の障害物を押し流したということであります。コロナが起きる前までですね、私どもはインターネットによってもそれほどの便利さがあるのかどうか、かなり懐疑的だったと思うんですね。ところがコロナが起きて驚いたことは、会社に行く必要ない、学校大学に行く必要ない、病院に行く必要ない、全部リモートでできる、そんなに技術が進んでいるのか、今の社会そんな能力があるのかと思ったら、あったんですね。これは私にとっては極めて大きな驚きでありましたけれども、おそらく皆さんにとっても同じことだと思います。こんなに技術は進んでいたんだ、でもその技術が現実に実用化はされてこなかった。なぜ。まず既存の規制がありました、制度がありました、習慣がありました、それから無知がありました。私も知らなかったんです。しかしこのようなですね、この市場を、新たな市場を作り出す障害物がコロナで一気に流されたと。もうハンコもいらないと、紙もいらないと、こういうことを言うと、当然関連する業界の人は抵抗しますけど、そんなことがもう許されないような大きな流れが今生み出されつつある。これがまさしく菅政権が今行おうとしている改革でありデジタル化であります。世界全体がこういう方向に行くということによって、一気にですね、IT デジタル革命が加速する、我々のビジネスの生活も大きく変わる、これがですね、非常に重要なコロナが押し流した障害物第一であります。もう一つあります。それはコロナがですね、今までの間違った経済思想を全部一掃するということであります。これにはちょっと説明が必要だと思います。コロナが起きる前まで私たちは健康であったかと、世界経済は順調だったんですけども、しかし大きな病気がありました。コロナが起きる前までの病気は何か。2つありました。第一、異常な低金利、世界の市場のですね、
おそらく、まあ、3割4割はゼロ金利以下で沈むというようなことが起こっていたわけで、これは異常だと多くの専門家がですね指摘をしておりました。第一、第二の病気は一体何かというとデフレ化の心配です。いくら、まあ、経済が景気対策が打ち出されても、あるいは企業が投資をしてもデフレの心配が消えないと。このデフレ化の心配、それから低金利、この2つがですね、実はコロナが起きる前からですね、世界経済が患っていた病気であったと言っていいと思います。この病気を解決する大きな、まあ、きっかけがこのコロナによって生み出されているということであります。さて皆さん、ゼロ金利、一体なぜ金利がこんなに低いんでしょう。これは何も学者やエコノミストに聞く必要はありません。金余りだから金利が低いんです。貸したい人が圧倒的に大きくて借りる人が少ないから金利がゼロマイナスなんです。さてこのような状態は一体何かというと貯蓄過剰ということです。みんな一生懸命貯金をしている。この貯金が極めて大きいから金利がゼロなんですね。では貯蓄とは何でしょう。皆さん、これも学者やエコノミストに聞く必要はありません。貯蓄とは需要の先送りです。今日アイスクリームを食べたいけど100円我慢して貯金をし、明日アイスクリームを食べる、このような需要の先送り、これこそが貯蓄なんですね。したがってこの貯蓄が大きいということは、壮大な規模の需要の先送りがグローバルに展開されているということです。ある人は、いやそうではないと、貯蓄は美徳だと、借金は悪徳だという人がいます。例えば前の、まあ、日銀総裁の白川さんは時々そういうことを言います。借金で需要を作る、これは需要の先食いだ、良くない。これ正しい議論でしょうか。これは正しくないと思います。なぜなら借金で需要を先食いする人がいる、その裏側ではその人にお金を貸すことによってですね、需要の先送りをしている人がいる。つまり借金と、そしてまあ、その融資貯蓄というのがバランスすることで需要のバランスが取れているわけです。しかし今の世の中、みんなが需要の先送りをし貯金をし、そして人々は借金をしなければ何が起こるか、需要が大きく落ち込むのは必要。これがゼロ金利マイナス金利の背景にある極めて単純明快な理由であるということは今や議論の余地ないと思います。もう一つ、需要デフレのリスク、一体これは何かというと、これも極めてはっきりしているのは供給力に対して需要が足りないからです。したがって需要を増やせばいい。これもですね、まあ、多くの人々の専門家の、まあ、アドバイスとは全く違うと思います。なぜこんなに供給力が増えているのか、理由は2つあります。1つはグローバライゼーションによって世界中の労働力が世界の市場に入ってきたと。今まで外にあった労働力が、まあ、何億という人々が世界の労働市場に入ってくる。したがって労働力供給が増える。これが一つですね。しかしより重要な供給力の増加はテクノロジーですよね。ロボット、AI、インターネットなどの活用によって極めて少数の人で極めて大量の労働が仕事ができるようになった。ということはこの、まあ、供給力の増加に見合う需要の増加がないと供給力超過になってデフレになります。まあ、ここ10年来世界が患っているデフレのリスクというのはご覧のような、まあ、著しい供給力の増加に対する需要不足に原因があるということは明らかです。とすればこのゼロ金利あるいはデフレのリスク、どうすればいいのか言うまでもなく、まあ、需要を創造するということが必要です。人々にもっとお金を使いなさい、もっと投資をしなさい、政府はもっと借金をしなさい、もっと有効需要を作りなさい、これが最も重要なことであるのに、ほとんどのエコノミストや学者は逆のアドバイスをしてきたわけですね。もっと貯金をしましょうと、政府の赤字を減らしましょうと。まあ、これではですね、今かかっている世界の病が、まあ、解決するどころかますます深刻になるということは明らかです。そこで起こったことが今回のコロナパンデミックですね。コロナが起こったことによってもう財政赤字が心配だなどという議論は吹っ飛びました。とにかく経済を救うために巨額の財政出動をして、まあ、経済、まあ、需要を作らなければいけない、まあ、ということで世界的な財政出動が起こりました。この19ページ左側にありますグラフは IMF が、まあ、作りました世界の、まあ、政府債務のですね、
GDP に対する比率ですけど、まあ、現時点においてこの比率先進国 120%、 これは戦後最高です。巨額の財政出動が世界的に展開されて、まあ、世界中がですね、財政によって需要を作るということが起こっている、まあ、このようなことが、まあ、起こったことによってですね、まあ、もうその財政は健全でなければいけないというような議論は吹っ飛び、そしてその結果もたらされる資金需要によっておそらくゼロ金利、まあ、金余りということも解決されていくと思います。このようなことを考えますとですね、まさしくコロナは間違っていた経済思想を吹っ飛ばした、まあ、ということが言えるのではないかと思うんですね。まあ、特に日本は、まあ、東日本大震災の後、まあ、深刻な経済困難に陥りました。この経済困難の時に、まあ、経済学者やエコノミスト、あるいは日本学術会議などが政府に対してアドバイスしたのは、この先、まあ、経済は困難に陥る、あるいは関東大震災の時に起こったような不良債権が勃発する、したがって、まあ、健全な財政を維持し増税をし、まあ、安易な金融緩和をしないということが肝要であるというようなアドバイスをですね、政府にしました。そして当時の民主党政権はこのアドバイス通りに増税をし、まあ、当時の白川日銀はですね、まあ、金融緩和に非常に消極的であり、そのおかげで2011年2012年と80円という超円高が2年にもわたって続き、日本のハイテク産業が壊滅的な打撃を受けた、 LP ダメモリーが潰れた、シャープが、まあ、著しいシェアの下落を、まあ、余儀なくされた、これらは全部この時に起こったことであります。つまり誤った経済アドバイスが、政策アドバイスが大きな禍根を経済に残したということが、まあ、言えるのではないかと思います。まあ、このように考えますと、コロナパンデミックが多くの障害物を押し流したということは、まあ、極めて、まあ、私は大事なことだと思います。もう一つそれに関連して指摘したいことは、コロナパンデミックがいよいよ株式資本主義、あるいは株価本位制と言っていい金融を、まあ、もう事実上作り始めているということであります。まあ、金融の役割、一体それは何かというと、中央銀行が最終需要をコントロールすることで、まあ、インフレにもならない、しかし最大の雇用を実現する適切な、まあ、経済を誘導していくからであります。つまり中央銀行の役割は金融政策を通した総需要のコントロールにあると言っていい、まあ、これは議論の余地ありません。では中央銀行はこれまでどのような手を取って総需要をコントロールしてきたのかということです。それは端的に言うと銀行の貸し出しです。銀行がお金を貸す、そうすると需要が増える、だから景気が良くなる、この銀行の貸し出しを采配していたのがついこの間までの中央銀行の金融政策、金利政策です。しかし今や銀行の先に借り手はいません。この23ページ左側にあるグラフはアメリカを例にとってのですね、まあ、企業の銀行借り入れ依存の割合ですけど、今から40年前は4割でした。つまり企業の資金需要はほとんど銀行からの借り入れによって賄っていた、今は1割ちょっと、つまりもう銀行借り入れというですね、金融チャンネルはほぼなくなってるんですね。銀行がいくら預金を積み上げてもその先に借り手がいないという現実が起こっております。とすると中央銀行、銀行の貸し出しを、まあ、調整することで、まあ、総需要を増やしたり減らしたりしていた。でも銀行の先に借り手がいないとすれば一体どうすればいいのか、もう絶望的だというのが2009年の、まあ、リーマンショック直後の世界の金融事情です。この時にいやできることがあるんだと主張したのがベン・バーナンキ、当時の FRB 議長ですよね。 FRB 議長は量的金融緩和によってこれまでの金利政策とは別の新しい、まあ、需要コントロールのチャンネルを、まあ、作るんだ、まあ、こういうことを言ったわけです。それは一体どのようなものかというと、量的金融緩和によって、まあ、リスクプレミアムを押し下げるということなんですね。リスクプレミアムを押し下げる、まあ、ちょっと聞くと 何を言ってるのかよくわからないと思います。一言で端的に言ってしまえば
株価を押し上げるってことです。つまり量的金融緩和によって株価を押し上げるという新たな金融政策を当時の FRB は打ち出した。これは革命的です。しかし株価を押し上げるなど言ったら反対が多くて実現しないので、そう言わずにリスクプレミアムのコントロールをするといっただけの話です。このリスクプレミアムコントロールということによってですね、株価が大きく上昇し住宅価格も上昇し、それがですね、実は需要創造を引き起こした。リーマンショック以降のアメリカの経済拡大はひとえにこの資産価格の上昇によってもたらされたと言っていいと思います。その証拠をご覧いただきたいと思います。この25ページ、右側にありますのはアメリカの家計のバランスシートの推移であります。このマイナスの領域にあるのが債務、プラスの領域にあるのが総資産。この青い折れ線グラフがアメリカの家計の純財産ですけれども、リーマンショック直後2009年、ボトム59兆ドル、これがアメリカの家計の純財産でした。その後株価不動産が大きく値上がりをし、アメリカの家計の純財産は今年の第二四半期で119兆ドル、つまり10年間でアメリカの家計の純財産が60兆ドル増えたんですね。60兆ドルというのはアメリカの GDP が20兆ドルですから、 GDP の3倍の富があっという間にといっても10年ですけどアメリカで生まれたんです。これだけの富が生まれたので、アメリカの家計は非常に強気に消費をすることができ、今これがアメリカの経済を支えたと。アメリカの経済の GDP に占める消費の割合は7割ですから、この7割の消費を支えたのはまさしくこの資産価格の上昇であった。そしてこの資産価格の上昇をもたらしたものこそが QE 量的金融緩和という新しい新次元の金融政策だったわけですね。というように考えますとですね、このコロナの結果起こっている株高、これはですね、言うまでもなく株価上昇を通して需要を押し上げようというアメリカの中央銀行の狙いがそこにあるからと言っていいと思います。多くの人々は今の株高はバブルだと、なぜなら中央銀行の異常な金融緩和によって支えられているからバブルだと、こういうことを言います。それは株高が中央銀行の金融緩和によって支えられている、これは正しいです。だけどバブルというのは間違いです。なぜならこれだけ株が上がっても配当利回りが 2% あります。自社株買いを考慮すれば株式のですね、総還元率は 5% に達します。1% 以下の預金や国債よりもはるかに株の方が有利であるということは明らかですね。このようにこう考えますと、今や中央銀行の金融政策もあるいは金融市場も銀行貸し出しではなくて株価株式市場によってですね、突き動かされていると、株価本位制の時代が事実上始まりつつあるんだ、いうことを申し上げたいと思います。一言、この株価本位制、つまり中央銀行が世界で初めて株を買った、そのような中央銀行は一体どこの銀行か、皆さん意外に思われるかもしれませんが、世界で初めて株を買った銀行は、私の理解が正しいとするならば日本銀行です。2002年金融危機の最中、銀行の持っている株式をですね、全部ごぞっと買ったのが当時の日銀です。つまり日銀はですね、時として非常に革新的な政策を行うということをやってるんですね。時には間違った政策もありますが、時にはこのようなことをやった実績もあります。そしてこの初めて株を買った日銀の担当者が誰だったかというと、今日銀副総裁の天宮さんです。このようにこう考えますとですね、アメリカもそして日銀も本当に経済が求めていることはですね、教科書に書いてなくても創造的にやっていくというそのような主体なんだと、これは期待できる、日本株にとっても期待できるというように申し上げてよろしいと思います。さて3点目のトピックに移りたいと思います。それは米中対決、一体どうなるのかという話です。言うまでもなく GDP で見ますと、もうしばらくすればアメリカよりも中国の方が世界最大の経済大国になるとすると、覇権はもうアメリカから中国に移るということをあたかも規定路線のように議論する専門家が非常に多いです。確かに2009年に日本が中国に追い抜かれ、
そして2018年にユーロ圏が中国に抜かれ、このままいくと2028年にアメリカが中国に抜かれて、中国が世界最大の経済大国になるということは、覇権がアメリカから中国に移る、アメリカは容認できないということで、米中の対立が始まっているということは今さら説明するまでもありません。しかしアメリカはこれを絶対容認しない。なぜなら、デジタルレーニン主義といわれる、共産党独裁の中国が世界を支配するということは、世界の民主主義が破壊されるということです。これはアメリカと言わずともですね、どこの国も歓迎する容認できることではありません。そしてアメリカは中国を抑え込む、大きな戦略を打ち出したわけですけれども、一体どのような手立てを打ち出してアメリカは中国を抑えようとしているのかということを端的にご説明をしたいと思います。3つあります。この3つの要因は、すべて中国がこれまで異常に成長できたその原因、これを塞ぐということなんですね。今や中国は世界で最大の製造業の国である。例えば粗鋼生産、世界における中国のシェアは今やもう 53%、ハイテク製品、テレビもパソコンもスマホも、世界における6割7割が中国で作られているというように、今や中国は圧倒的な製造業大国になっております。ここまで中国が成長した理由、一体それは何か、3つあります。この3つを全部、転換させる、これがアメリカの戦略であるというように理解すると分かりやすいと思います。なぜ中国がここまでこれほど成長できたのか。第一、ミルク補給です。今から20年前、どう考えたって中国が今のように成長できると誰も予想できなかった。でもできたんですね。それはやはり秘密があります。第一の秘密がアメリカからのミルク補給。この28ページ左側にありますのは、アメリカの相手国別見た貿易赤字ですけど、対中貿易赤字が依然として4000億ドルあります。言ってみれば40兆円の貿易代金が中国にからアメリカに支払われていたんですね。で、この貿易代金がアメリカの GDP に対してどれだけかというのはこの右側ですけども、アメリカの GDP に対して中国に支払う経常収支の赤字が大体 2% です。世界最大のアメリカの GDP の 2% の所得移転を過去十数年にわたって中国は受け続けてきたわけです。中国経済が大変なエネルギー補給を受けてきたことは明らかです。これを続けることができるのかと、無理です。こんなことはアメリカは容認しない。これが米中貿易戦争の最も重要な要素ですよね。おそらく対米貿易黒字というのはこれから劇的に減っていって、中国はエネルギーを失っていくと思います。2つ目の中国の著しい台頭の秘密、それは不公正さ、アンフェアネスと言っていいと思うんですね。それを端的に示すのがですね、この29ページの右側のグラフです。これは世界通信機メーカー大手5社のですね、研究開発投資の推移を示したものであります。通信機というのは成長産業です。成長産業だったら研究開発費は毎年増えてて当然でしょう。思われるんですけど、ご覧のようにファーウェイを除く全ての通信機メーカーの研究開発投資は過去10年間横ばい。つまり通信機は成長産業でありながら儲からなかったんです。なぜ儲からなかったか。それはファーウェイが著しいディスカウントでシェアを奪っていったから。通常のビジネスを行う企業は儲からなかった、ということが起きた。ファーウェイは端的に言うと、政府のさまざまなサポートによってコストよりも安い値段で物を売ることが可能です。ということによってですね、ファーウェイが市場を荒らしたと言っていいと思います。したがってファーウェイが当初はほとんどもう見えないくらい小さな会社だったものが急激に成長した。2009年ファーウェイの研究開発投資が 18.9 億ドルです。それが2019年ファーウェイの研究開発投資は190億ドルと、たった10年間で研究開発投資10倍になったんです。今やファーウェイは 5G で圧倒的なシェアを持ち、世界の他の通信機メーカーはファーウェイの背中も見えないほど引き離された。その背景にはこの不公正さがあったということはですね、これは到底容認できません。言うまでもなく、この通信機だけではなくて、例えば自動車用バッテリーであるとか、太陽光パネルであるとか、
あるいは、フラットパネルディスプレイであるとか、さまざまなですねハイテクのキーテクノロジー、これらがですねもう圧倒的に中国において、シェアを中国が世界シェアを、獲得しているということはもうすでに明らかなんですが、これはもう全部同じ手によって可能になったものです。これから先も同じことが、容認されるのか、これは無理です。アメリカと言わず世界無理です。したがってこれももうできなくなる、この背景にある例えば知的所有権のですねサイバーによる、盗撮などということももうできなくなると思います。3点目に中国がここまで成長できた理由は消費の著しい増加なんですね。そしてその消費を可能にしたのが著しい債務の増加であったということを説明したいと思います。ここにあります32ページのグラフは、一岡茂雄さんというですね方が作ったグラフなんですけれども、ご覧のように2009年以降10年間で中国は債務を 30.3 兆ドル増やしました。アメリカ 19.1、 日本はたった1兆ドル。つまり圧倒的に世界の中で中国が債務を増やしたんですね。先ほどご説明したように債務を増やしたということはその裏側で巨額な需要が生まれたということです。 30.3 兆ドルというのは中国の GDP のですね、4倍以上です。とてつもない債務を増やして中国は成長し、この債務のおかげで中国は住宅バブルができ、この住宅バブルを背景として旺盛な、消費が営まれた。今や中国の、家庭電気製品の普及率はもう先進国と全く同じです。それほどまでに中国が成長できた理由は債務です。だけどこの債務の増加による成長は続くのか、これは続きません。中国の債務の大元にあるのは、今日は詳しくご説明する時間ありませんけれども、海外からの借金なんですね。同じバブルを作った国ではあるけれども、日本は海外からの借金なしにバブルを作りました。しかし中国は海外からの巨額の借金でバブルができています。したがっていずれ中国は貿易黒字が大きくなくなると、その債務が返せなくなるという金融危機に陥る。これがですね中国のですねこれまでの経済成長の大きな転換点になると思います。それはいつ頃起こるのか、おそらく3年、早くて3年、あるいは5年、もうちょっと先かもしれない。起こるそのおそらくその風景というのは2015年のチャイナショックと同じようなことになると思います。2015年のチャイナショックに起こったことは3つありました。1つはまず中国の国内景気が大きく悪くなった。第2に中国から資本の流出がどっと起きた。この資本の流出は資本規制を緩めたためです。そのおかげで、中国の元が大暴落し、資産価格が下落をして、ひょっとすると中国発の世界金融危機になりそうだった。このような危機は、資本コントロールの再導入によって回避されたわけですけど、同じようなことがおそらくいずれ起こると思います。この時に中国のこれまでの成功のですねストーリーが終わるというのがですね、今考えられる将来展望ではないかと思います。さて最後に残された時間で、日本の将来を考えてみたいと思います。もう日本の将来に関してはですねもう皆様よくご存知ですから詳しく論じる必要はあります。まず第一は日本の長期における経済とそして株式市場は地政学によって決定されているということです。戦後の繁栄、1949年50年100円だった日経平均が1990年、約4万円と40年間で日経平均は400倍になりました。この大成長を引き起こしたのは言うまでもなく戦後の、日米同盟、冷戦の下でのアジアにおける自由主義の砦である日本をアメリカが徹底的に守り日本をサポートしてくれた。そのおかげで日本経済が強くなったというのがですね戦後の日本のサクセスストーリーです。1990年、冷戦が終わりました。そしてアメリカはもはや日本を守る必要はないと、日本とアメリカの共通の敵であるソビエト連邦が消えた。この90年時点で異常に経済力競争力が強くなった日本がアメリカの脅威になりました。アメリカは冷戦がなくなった上に軍事的に抑えている日本がアメリカよりも強くなった。これは許せないというのでジャパンバッシング起きました。超円高が起きました。日米貿易摩擦が起きました。
日米半導体協定が結ばれましたということによって、この平成の時代というのはアメリカの日本叩きによって日本が一人大きく沈んだ時代であった。最もそう端的に示すのが半導体市場シェアです。90年世界の5割のシェアを持っていた日本、今1割です。この、30年間にですね、日本のシェアが劇的に下がり、漁夫の利を韓国、台湾、そして中国が得ているというのが現在の情勢。このような日本の競争力の著しい凋落は、日本人が怠けていたわけでも、日本人が能力がなかったわけでもなく、ひとえにこの日米のですね、貿易摩擦、アメリカによるジャパンバッシングによってもたらされた。ではこの先は、事情はガラッと変わります。いよいよ米中対決の時代、再び日米同盟が極めて大事であり、しかもこの日米同盟の重要さというのは日本以上にアメリカにとって大事だということが今起こっているんですね。菅政権が誕生すると、直ちに中国から王毅外相が日本にやってきたいという申し入れがありました。そうしたらその直後にポンペオアメリカの国務長官が日本に来ると言いました。それだけではなくて、日本で日本とオーストラリア、アメリカ、インド4カ国の外相会談が開かれると。ポンペオ長官はですね、ここにこれをそのスタートとして、そのアジアにおいても NATO と同じようなですね、軍事的協力関係を作りたいというようなことすら言いました。つまり何が起こっているのか、世界の外交の最も重要な舞台が今や日本なんです。そしてこの日本がアメリカと中国のどちらを選ぶかということによって、世界の覇権争いの決着がつくというほど日本は重要なポジションにあるわけですね。かつてほとんど軍事的に重要性をなくした日本、アメリカが叩きに叩きまくった、この1990年以降の状況とは、全くガラッと変わった事情が今我々の前に展開されている。これがですね、令和の日本ですというようなことになれば、現在2万3000円ぐらいにある日経平均があと15年ぐらい先にですね、10万円になるというようなことは十分に起こり得ますというようなことを考えれば、まさしくこの3月のコロナの大暴落というのは、長期的な株価のですね、絶好の仕込み場であったということが言えるのではないかと思うんですね。この日本なぜ強いか、一つは地政学的に極めて有利なポジションにあるということがあります。それから二つ目にですね、日本がアメリカと中国の競争の最も重要な最前線にあるということも指摘しておきたいと思います。米中対決、一番大事なポイントは何かと、半導体です。なぜか、アメリカと中国それぞれ半導体にアキレス腱を持っているからです。中国はほとんど電気機器圧倒的に中国で作ってますが、半導体だけは自分の国で作れるのはわずか 15%、 ほとんど外部から依存している。ここのところはアメリカに叩かれて中国は大変な困難に陥ってます。じゃあアメリカはというと、アメリカのメーカーは世界の半導体市場の 45% を支配している、だから安泰とは言えないのは、 45% もシェアを持っているけど、実際にアメリカで作っているのは 12% です。つまり作っているのはほとんど海外、それも台湾、韓国、中国です。これは米中が仮に本当に深刻なことになったら、直ちに供給力がストップされる危険な地域です。つまりアメリカは日本叩きをして、日本にあったハイテク製造集積を中国、韓国、台湾に全部移したけど、結果としてアメリカはそれで自らですね、墓穴を掘っているというようなところがあるわけですね。アジアで一番安定しているのは日本、再びアジアにハイテクの製造拠点、産業集積を取り戻さないと、アメリカの安全保障は安泰ではないという現実があります。このようなことでですね、今後ハイテクの拠点が再び日本に大きく戻ってくると思います。言うまでもなく、今やその半導体、テレビ、パソコンは韓国、台湾、中国ですけど、そのための材料や部品や装置、基礎的な資源、あるいは技術は日本にあります。したがってまたまた日本の大きなですね、市場がこれから広がってくると思うんですね。今世界で最も大事なハイテク、これを作っているのは北東アジアのたった4カ国しかないんです。なぜアメリカ、ヨーロッパにハイテクを作る拠点がないのか、
それは北東アジアの中心に日本があって、日本が技術、材料、素材、装置全部をですね提供しているか、だから韓国、中国、台湾がハイテクの、製造基地になっている。この日本を中心に再びアジアにおけるハイテクのですね産業クラスターを再構築するということが、今米中対決の停留でですね起こっている世界分業の再編成の流れであります。このようなことを一つ一つ取り上げますと、いかに大きな歴史的なチャンスが日本に巡ってきているかということが分かると思います。大事なことは、このような転換点において正しい政策が打ち出されるかどうかです。私は菅政権の誕生というのは、まさしくそのような時代が求めている正しい政策を打ち出す政権を、日本は作り得たと思っております。菅政権というのは、鉄頭鉄尾の改革政権であります。改革がなぜ必要か、それは技術が変わってさまざまなものが変わっているときに、制度が変わらなかったら経済は破綻するからです。これを一気に進めようというのが菅政権、そしてそれをやれというお墨付きを与えてくれたのが、まさしくコロナパンデミックですよね。コロナのおかげで抵抗勢力が吹っ飛んだ。この土台の上をですね、菅さんが改革を推し進める、これが今日の日本です。さて、このような改革政権が打ち出されると株価が直ちに上昇したというのがこれまでの例です。2005年の小泉郵政解散、それから2012年以降のアベノミクス、いずれも改革政権が打ち出されて、外国人がそれに期待してどっと買いに入って株価が大きく上がった。今回の菅政権の誕生というのは、それに続く次の大きなマーケットのアップサイドスイングを引き起こすのではないかというように期待できると思います。以上で私からの説明は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。